事件の謎に迫る俺たちの目の前には様々な人間が立ちはだかった。100億とアトムを狙う登場界の大幹、島野太。やっと会えたな、桐生。そしてその島野組の若頭を務める男、真島五郎。よう、桐生ちゃん、探したで。歴戦の修羅場をくぐり抜けた者たちとの戦いは壮絶を極めようとしていた。そして1995年の事件で他界した堂島宗平の妻弥生。堂島をやったのはお前なのか。彼女の一言は俺に重くのしかかった。だがそんな俺にも利害を超えた協力者が現れた。ホストクラブスターダストのオーナー和樹、そしてホストの優也、近江連合の寺田。風間のおやっさんに導かれた出会いは俺に勇気を与えてくれた。そして彼との出会いが俺と遥を事件の真相へと近づけさせた。桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。通称彩の花屋、神室町の地下に根付く伝説の情報屋。出るぞ桐生、セレナの映像だ。花屋の情報を得た俺たちは事件を陰で操る男の存在を知ることとなる。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ、内閣府の地下組織 MIA ってのがな。登場界から消えた100億、それは一人の政治家が関係していた。神宮恭平。消えた100億はこの男が登場界に預けた資金だった。金を生み出すために登場界を利用し続けていた神宮。100億強奪はそんな神宮から登場界を守ろうとした人間たちによるものだった。その犯人は一馬。金を盗んだのは弓と俺と世良なんだ。ついにたどり着いた事件の真相だが、はるか、おやっさん。島野から命がけではるかを守った風間のおやっさんは事件のすべてを俺に告げると、許してくれ風間。お前の親を殺したのは俺なんだ。いいんだ、いいんだ、おやっさん。俺にとっちゃおやっさんが本当の本当の親父でした。隠し続けていた俺の秘密の過去を明かし、この世を去った。